国広さんは、広島県三好市は地町に位置する山、標高316.8メートルである。山頂には二つの小武を有し、戦国時代の山城跡及び山東三角点がある。鎌倉時代に、国広岩見の住居地、その後、鎌倉幕府から大官職を任じられ下ってきた、広沢実村、または、その二男、和知実情の住居地ではないかと、 電阪通史に記述が見られるが、中国縦貫自動車道の建設途上で、それから東約 1.5km の古城山城市で居住地跡が発見され、山頂の山城は時代が新しく戦国時代の築城と判定された。この国広山城市は、神山城市、天城山城市、岩倉山城市、 竜王山城市及び国広山城市とが一体となった大規模な城司である。国広山城は山陰の天骨根久が秋、ビンゴ両国への進出の拠点として築いたものと見られる。この国広山には NHK 送信所、どこも無線中継所があり、その建設道路が183号線は地町、コミュニティホーム付近から上がっている。 山頂の見通しが良いことから、JR 芸備線では地域のほか、山寺市四十館町及び山寺市中心部からも、電波塔が見られる。また、国広山の四十館町側には、国広山古墳群がある。上市群のそれぞれの位置は、下記の通り。広島県教育委員会編、中国縦貫自動車道建設に伴う、 埋蔵文化財発掘調査報告ピアニッシモ226から2581978年3月はじめ支写編日本上郭体系第13巻ピアニッシモ122から124第一冊1980年1月ありがとうございます